こんにちはガー,ーリーマンです、えー、今回はインディックス投資、高配当株投資、どっちがいいと題しまして説明し,していきたいと思います、えー。簡単なプロフィールです。このチャンネルでは GAFA で勤務する GAFA ー,ーリーマンが投資に関する情報を発信します、えー。概要は左下に書いています。私はあ米国株式オンリーで投資をしております。今回の内容です今回回のですは インデックス投資と後輩投資のどっちがいいかについて投資手法を比較するとともに、GAFA サラリーマンの見解を説明していきたいと思っております。果たして後輩投資もいいのかどうか、はい。まずですね、インデックス投資と後輩投資をおさらいしていきたいと思います。えインデックス投資からなんですけども インデックス投資とは、インデックス、つまり市場の動きを示す指数と同じ値動きをすることを目指して運用する投資手法のことを言っています。え米国株のインデックスの例でいきますと、ナスダック100、ダウ平均、S&P500、500まあ、こういった指数のことを言っています。え詳細はです、ね、別の動画でも話してますので、今、今画面上に出ているリンクをクリックして、ぜひご覧ください。 で一方、高配当株投資については、高い利回りで配当金を出す企業、ETF に投資して、その配当金で利益を得る投資手法のことを簡単に言うと言っていますで。高配当企業っていうのが何かというと、まあ、コカ・コーラであったり、AT&T、P&G、ベライゾンみたいな、まあ、こんな会社です。で高配当 ETF はえ、皆様ご存知のものですと、SPYD とか HDV、VYM。 まあこういったものがありますで、えーっと、収益を得る方法の違いについて説明したいんですが、え仮にですね、今、皆様は投資をして増やした、資産を増やしていこうとしていて、えー、ある目標値を皆さん持ってると思うんですが、その目標値の金額がたまって、資産が十分にたまった後と仮定したときに、インデックス投資と、えー、後輩等株投資はどう違うか。 とというとまずインデックス投資は、積み立てたお金を取り崩して収益を得ていく。だから俗にう、俗人を4%ルールっていう言葉を聞いたことがある方はいらっしゃると思うんですが、今まで自分が積み立てたお金を崩していく、崩して手元にお金を入れていくというやり方をとります。で 逆に後配当株投資は何かというと、今まで投資した投資先からの企業から配当金をもらう。つまり何もなかったところからお金が生まれてきて、それを手元にもらえるという形で収益を得ることができます。なので、インデックス投資が減っていくものに対して、後配当株投資は新たに別のところからお金が 湧き出るお金が増えて手元に来るというマイナスとプラスの動きになるんですねで。ここが大きな違いかなと私は思っています。で、永遠の議論としてインデックス投資、後輩投,投資、どっちがいいのかっていうのがまあよくある議論かなと思ってますで。いろいろな方がいろんな動画を上げてらっしゃいます。なので、まあ、今日は私が 私の考えを、まあ、これに対して私の考えを述べていきたいなと思います。でまあ、まずですね、なぜ高配当なのかっていうのを理解するのも重要かなと思って、ちょっとこのスライドを入れたんですが、えっと、高配当なのは急激な成長が見込めないからっていうのがあります。で配当金によって株価を維持して資金調達しやすくしている。で、 例えばですけど、先ほど例として挙げた会社を見ていただくとですね、有名どころの社歴の長い企業ばかりなんですよね。で、まあ、こうなっているのは、まあ、急激な成長が見込めないからっていうところもあるからっていうことです。まあ、コカ・コーラとか AT&T、P&G とか、この辺の企業がじゃあ今から10倍に成長するかと言われると、皆様どう思いますか で、一方ですね、ナスダックに含まれているような急成長企業っていうのは、配当を出すよりも成長を選択しているんですね。で、普通に考えると、配当金もらえないよりはもらえた方がいいので、えー、投資家が寄りつかないんじゃないかと思うんですけども、あの投資家も、その配当よりも、その会社の成長に期待して投資をするという、まあ、そういう循環が生まれていると。 で実際、GAFA で見てみても、えー、アマゾンとかグーグルとかは、あのアップルは多分出していると思うんですけど、アマゾン、グーグルは配当金を出していない。で、自社の成長にお金を向けているというところがあります、えー。なので、なぜ高配当なのかを理解した上で、高配当株投資っていうものも見ていく必要があるので、ま,あ、まず最初にこの話をさせていただきました。で、これをまあ、覚えていただいた上で、えー 各手法のメリット、デメリットを一旦整理します。で、インデックス投資と高配当株投資に分けて、メリット、デメリット、上下で書いてますので、順々に説明していくと、まずインデックス投資のメリットは、右肩上がりに上昇する市場に連動して高い投資効果が期待できる。もう市場は米国市場であれば、基本的には右肩上がりに成長していくので、投資成果は期待できますと。で、あと、インデックス投資の場合、投資信託で設定されているケースが、え 設定されてますので、投資信託ですと、配当金が自動的に再投資されて、福利の効果を最大限に発揮できるというのがありますで。配当金が一度手元に入ると、そこで税金20%が取られてしまうんですねで。簡単な例で言うと、100円の配当金が出ても、自分の手元には80円しか来ないと。で、その80円を再投資すると、80円の投資になってしまうんですよね。 これが手元に入らずに自動的に再投資されれば、100円のまま再,再投資がされて、100円で運用を継続できるっていう、まあ、すごく大きなメリットがあります。ただ、デメリットは、えー、先ほどの話なんですけども、あのお金が貯まった後の話ですけど、毎月4%ずつ取り崩すという、その行為に抵抗感が発生すると、まあ、心理的に減っていくっていうのが抵抗ありますよね。まあ、そこがデメリットかなと思います。 でここが思った,ように思った以上に、結構デメリットに考えている方も多くてです、ね、これが嫌で高配当株投資っていうのを選択する人も多いんじゃないかなと見ていて思います。でじゃあ、高配当株投資は何,何かというと、まずメリットが、原、ま、配、あ、にならない限りは安定的な配当金を得ることができるとで、これが本当にまさに金の卵で、お金に働いてもらう感覚を感じることができると思います。 お金を入れたら、その企業からもう定期的に安定的な配当金が入ってくるわけですから。で、じゃあデメリットは何かというと、結構書きました。で、一つが、配当金を受け取るたびに税金を引かれるので、福利の効果を最大限に発揮できない。まあ、先ほど話した話です。で、ここは結構大きなデメリットだと私は思います。で、もう一つが、利回りが年間3から7%程度でインデックス投資にかなわないっていうのがあって、 まあ、高配当といっても、20%、30%の高配当株なんてものはないので、利回りはそこまで高くならないっていうのがあります。であとは、株価の値上がりによるキャピタルゲインはあまり期待できないっていうところがあります。えー、っとこれはまあ先ほどの話で、えー、成長を前提にしている企業じゃない会社の方があの配当金が高いというところがあるので、 キャピタルゲインというのはものすごく期待できるわけではない。ただ、ものによっては、えー、結構キャピタルゲインも得ることができるものもあります。で、最後に減廃で配当金が減る可能性があるというのは、まあ、これもかなりのデメリットかなと思っていて、最近でも s p y i d が70%ぐらい減廃したというのが結構 YouTube の中に動画がいっぱいあるんですけど、まあ、私は投資してないので関係ないんですが、 まあそういった減配のリスクっていうのもあるかなと思います。で、メリット、デメリットをこう整理したのはいいんですけど、じゃあ結局何なのってところなんですけど、私が思うに、まずインデックス投資のこのデメリットっていうのはかなり大きなデメリットで、これによって人の行動が変わっていると思います。で、ただ、後輩党株投資のここのデメリットも私は非常にデメリットだと思っていて、 福利の効果を最大限に発揮でき,なできずに、インデックス投資には、ありまわりは全体としてはかなわないっていうところですね。で、ここに注目する必要があると思ってまして、で、これらを考慮した、まあ、私なりのですね、えー、投資戦略っていうのがこちらになります。で、私はじゃあどうするのかっていうところですね。で フェーズをですね、資産形成期、セミリタイア期と2つに分けていて、でまあ、まさに私は今、この資産形成期にいるという感じですね。でセミリタイア期っというのは目標金額に達した後と思ってください。で資産形成期においては、私はもう100%インデックス投資です。で後輩と株投資はもうや,やりません、私は。で、えーまあ、その理由は先ほどのメリット、デメリットにあった内容をもとに、えー、もう、 まず資産形成期は資産を増やすことに集中していくということです。で、目標金額にたまった後じゃあどうするかというと、えー、2つ方法があるかなと思っていて、まず1つは、このインデックス投資のまま続けてですね、4%ルールで取り崩していくというところです。で、ここはまあ心理的にちょっと抵抗感もあるとは思うんですけども、えー 4%ずつ引き出していく途中も、そのインデックス投資のっていう運用をやってるんですよね。なので、実はその,その間もその残った金額で運用しているので、資産が増えていくっていうところもあるので、まあ、そこも考えれば、なんとかそこの4%ルール的に運用してもいけるんじゃないかなっていう気もしてます。でもしくは、えっ、ー、と、利率12%の QILD っていう後輩投下部があるんですけども、そこへ投資をして、 まあ安定的な年間配当収入を得るという方法もあるんじゃないかなというのをちょっと今思っています。で、まあ、あと他にですね、いろいろ、あのいろんな ETF とかあるんですけど、リターンが3から5%ぐらいとか、そういったファンドにはもう興味はなくて、まあ、やるんであれば、q i l d の12%みたいなところに入れると。で、例えば1億円ぐらいあれば、えー、年間1000万円 以上の 10%, 10を超えているので、年間1000万円以上の配当金というふうになれば、まあ、それはそれでいいよねっていうふうにちょっと思っているので、まあ、こういった方法もあるかなと考えています。もしくは、この1番、2番をハイブリッドにして、えー、方法1をまあ7割ぐらい、方法2を3割ぐらいにして全、全体の資金を運用するっていうのもありかなっていうふうにちょっと思っています。はい なので私は資産形成期ではインデックス投資でもうどんどん増やしていってセミリタイア期になるとちょっと違う方法でリタイアをするかなっていうふうに考えてます。で、いろいろな動画を見て思うことということでちょっと文字ばっかりなんですけどあの、まあ、結構有名な投資系の YouTuber さんとかあとファイアー a r ドの第一人者でも資産の増加フェーズで後輩と株投資をメインにしてたりするんですよね。 でまあ、あと、まあ、さらに後輩と株投資を進めてたりするんですよね。で、これを見ていて、私もったいないなと思ってしまうんですけど、これ自分だけなのかなという疑問があります。で、まあ、こういったなんかこう、影響力のある方が進めていると、投資初心者の方っていうのは、でまだあの資金が例えば100万円ぐらいしかないとか、200万円ぐらいしかないっていう人が、 その少ない資金を後株投資から始めてしまうんじゃないかなっていう気もしてます。で、まあ、配当金よりも爆発的に資産を増やせる、まあ、あのチャンスを失ってしまっているんじゃないかなっていうところがあるんですね。で、後株投資というのは、まあ、確かにあの何もないところからお金が生まれているような感じなので、金の卵かもしれないんですけども、資産が少ないうちに やらなくてもいいんじゃないかなっていうのはもう何度も言いますけど、私はそういうふうに思ってます。なので、資産が増えてからあー後輩当株投資でいいんじゃないかなと思ってます。はい、繰り返しですけども。はい、まとめです。えー、今回はインデックス投資、後輩当株投資はどちらがいいかという話で、えー、会話をしてきました。えーとまあ、どちらがいいので,ではなくて、どちらもメリット、デメリットが、まあ、ありますと。 で私がアオサリマンの結論としては、資産増加期はインデックス投資で、セミリータイヤ期になると利回り12%超えの高配当株 ET、ETF もしくはインデックス投資で運用と考えています。まあ、これはあくまで私の結論ですで。資産増加フェーズから高配当株に投資するのは爆発リに増やせるチャンスを失っていてもったいないと私は考えていますので、まあ、1億円以上ぐらい貯まってから高配当株投資を考えて てみるっていうのでもいいんじゃないかなというのが持論でございますはい、今日の動画は以上になっております、えー、かなりですねある動画が非常に伸びていてチャンネル登録者数も爆発的に増えてまいりました、えー、非常に嬉しく思っておりますなのでえっ、ー、とこれからもちょっと引き続き2,3日に1回ぐらいですね動画を上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします はい。今日は以上です。さようなら。